はい、皆さんこんにちは、松並です。今日はですね、ちょっと告知がありまして動画を撮っております。なんと、松並動物病院 TikTok を始めました。はい、 TikTok を、始めた理由としては、まあ当院今まで YouTube とかインスタグラムとか SNS やってきてるんですけれど、結構そこで登場してくださってる、患者様のワンちゃんとか動物とかが比較的患者様から好評で、でやっぱり患者様からなんかいろいろやってよとか、そういうリクエストとかも前からありましたし、僕ら自身も興味があったので今回始めることになりました。で、踊ったり歌歌ったりっていうことは多分しないと思うんですけど、当院のね様子だったり、人をフォーカスして紹介させてもらったり、サービスのことだったりやっていこうかなって思うんですけど、基本的に当院はね、名古屋市瑞穂区っていうところにしかありませんので、結構やるかやらないかって結構迷ったんですけど、そういうね飼い主様からのねリクエストとかもありましたし、当院で TikTok を始めるにあたってメンバー有志を募ったら結構集まったので、みんながいろいろ企画したりとか構成練ったりとか今やってくれてますので、僕もそうですし他のスタッフもちょこちょこ出てくると思いますし、充実したねコンテンツになればいいのかなっていうふうには思ってます。なのでね、今日はこんな感じになりましたけれど、TikTok 始めましたということで、 TikTok 開いて松並動物病院っていう風に検索していただけますと出てきますので、はい、ぜひぜひフォローして、だいたい週に 2,3 本ぐらい出せればなという風に思ってますので、よろしくお願いします。それでは失礼いたします。今日一緒に